こんにちは、手相メンタリスト高海と申します。ご視聴していただきありがとうございます。手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるような配信を目指しております。ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。本題に入る前にお知らせをさせてください。この度新たに人相学を勉強し始めました。手相の知識だけでなく、あらゆる観点から目の前の人を導けるようになりたかったからです。まだまだ勉強し始めたばかりですが、その勉強日記という形で新たにサブチャンネルを開設させていただきました。人相に興味がある、一緒に勉強してみたいという方はぜひ概要欄にそちらのチャンネルのリンクを貼っておきますので覗いてみてください。手相をご自分で見るときのポイントとして、ハンドクリームを塗ってから見るようにしてみてください。しっかり塗り込んであるとツヤが出て視野を判別しやすいからです。それでは解説に移っていきます。本日は老後の金運を非常に心配される方が多くいらっしゃるので、そちらについて触れていこうと思います。未来の貯蓄を見る際に非常に重要になってくる線が、小指の下水星球という部分に現れる縦線、財運線になります。こちらの財運線がどのような形で出ているかによって、将来貯蓄ができているかどうかというのが確認できます。もしあまりいい形で出ていなかったとしても、今から節約や投資を始めて将来に向けての資産運用を勉強していけば何の問題もありませんので、今回の動画を参考に今後の自分の行動を決めていかれるといいと思います。それでは解説に移っていきます。財運線が小指の下から環状線ぐらいで止まるようなはっきりと実線で出ている場合、財を蓄えて増やす力があり、財を残せるという風な形で見られるので、老後の金運の心配はないと言えます。他にも、このような線で出ている場合は、商売上手であったり、コミュニケーション能力の高さもあるため、将来へ向けてさらに資産を増やしていくことができるでしょう。二つ目は、生命線あたりから小指の下へ向かって伸びるような長い線で出る場合があります。この場合は最初に紹介させていただいた財運線よりもさらに強い運気があるということを表しています。高い収入を得る、仕事に就くことができる上、お金を大切にすることができる人です。また高額の遺産相続することも考えられます。お金を稼ぐ能力がある上、お金を大切にできるということなので、晩年の金運は非常に安定していると言えるでしょう。このような財運線の持ち主は老後に全く心配はありません。財運線が非常に短く出るような場合は、稼ぐ力がまだないことを表しています。ただ財運線はあるだけでも非常に素晴らしいそうなので、短いからといって悪い意味ではありません。短い財運線は社会人になったばっかりの人や転職したばかりの人に見られます。今後お金との縁が増え、大金を稼げる可能性は高いと考えられます。目の前の仕事に着実に向き合い、周りからの信用を得られることによって財運線は伸びていきます。そうなってくると、努力次第ではありますが、晩年の金運は安泰だと言っていいでしょう。次は財運線が全くないという場合があります。このような場合は、現段階でお金を稼げる状況にはなっていないということを表しています。しかし、手相は変化するものであるため、最初にもお伝えしましたが、自分に必要な行動をとってみたり、稼げる状況になってくれば自然と現れてきます。財運線が今ないからといって、貧乏になるという暗示ではないので安心してください。また財運線がない人はお金への執着がない場合も非常に多いです。お金を稼ぐことよりも大切なことがある人は財運線は現れていない方が多いようです。薄い形で弱々しい財運線が複数見られる場合があります。この場合は財運が不安定であることを意味しています。薄い財運線が複数出る場合は浪費家というふうな見方をしていいでしょう。収入が増えていったとしても、どんどん自分の元からお金が出ていってしまいます。特にギャンブル好きには多く見られるようです。必要のない浪費は避け、しっかりと倹約していき、自分や周りへ投資ができるようになってくると、はっきりした実践に変わっていくと思います。次は財運線が枝分かれして分かれるような場合についてです。上向きに V 字の場合は金運が良好で、大金を手にするチャンスに恵まれやすいとされます。ただし、お金への執着が強すぎる傾向にあるため、人とのつながりもしっかり大切にしておくといいでしょう。反対に下向きの枝分かれがあるような場合は、人からの助けによって金運が上昇していくようです。人とのつながりで収入を増やすことができるタイプと言えます。どちらも現在の人間関係を大切にすることによって、老後の金運の安定もつながっていくんではないかと考えられます。次は財運線が三股に分かれる場合についてです。こちらも強い金運に恵まれていることを意味していますが、やや人付き合いが乏しくなる可能性を示しています。
お金の知識が豊富で収入や貯金を増やす能力がある方ですが、使うところではしっかりと出し惜しみせず、大切な人へお金を使っていくことでさらに金運が上げられるでしょう。たまに財運線にフィッシュと呼ばれる魚の形が紛れるようなものが出ることがあります。フィッシュは幸運の暗示とされていて、財運線にフィッシュがある場合、金運が劇的に高くなることを意味しています。これまで金運が停滞していた人は急激に金運が上昇していくでしょう。また相乗効果でいろいろな運気が高まり、幸運をもたらしていきます。ただし努力を怠るとフィッシュはすぐに消えてしまうので、今やられている努力は引き続き続けていくと、老後の金運まで明るくしていくと思います。財運線に線3本以上で交わるスター線が紛れる場合もあります。こちらもフィッシュと同じような形で劇的に金運や幸運を呼び込むとされます。スターなので周りからの人気も勝ち取れるとされます。こちらも割とすぐに消えてしまうものではあるので、今までやられてきた努力を惜しまずにこれからも続けていくことで、老後の金運にもつながっていくでしょう。財運線に島と呼ばれる丸のようなものが出る場合があります。この場合は金運が停滞していることを意味しています。今はお金を得ることができず、たまりにくい状態とされます。金銭面でのトラブルが起こりやすくなるため、慎重に行動することが吉となります。なるべくお金は倹約し、節約していくといいでしょう。将来の貯蓄ができるようになってくると、島は自然と消えていきます。以上がいろいろな財運線の出方についてでした。いかがだったでしょうか。財運線はあるだけでも素晴らしいそうなのですが、あっても運が停滞するなどの意味があります。ただ最初にもお伝えしました通り、今自分が取るべき行動をしっかり取っていくことによって、吉相の財運線が刻まれてきますので、自分の現在置かれる状況と向き合ってみてください。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。